下空間へ渡るゲートウェイ、それはソノラの特性を生かした技術。これもテティス。来るべき時に備えよう。これがブラックショアの真の姿。私の体はソノラで構築されている。この映像もいわばソノラの影のようなもの。私はテティスシステムの演算の中核を担っている。だから機能を維持するためここを離れることができない。でもこういう形でならあなたと一緒に行動することもできる。ここにはソラリス中の悲鳴が記録されている。過去に起きたものも今起きているものも今後起きることになるものも、あの星々はこの星の嘆き、すなわち悲鳴。群生の調律者、文明を導く者、ブラックショアの頭脳。昔あなたが持っていた無数の称号、それもその中の一つ。気に入ったものはある？え、私？あなたの本当の名前を呼んでいた。過去であろうと現在であろうと、幾千幾万の時が流れようと、あなたはあなた。あれがネクロスター。旧文明の呼び方をするならブラックホール。テティスシステムはデータを星空とし、ソラリス全体を観察している。そして捨てられたデータはネクロスターの中に放り込まれる。あなたが機雷の港で遭遇した異常周波数もその一部であり、本体とも言える。それを調律ホールに持ってきて、私がエラーを消去する。そうすればテティスシステムは正常に戻り、誰も傷つくことはなくなるはず。今は手遅れにならないことを祈るだけ。行きましょう。私がそばにいるから。